ここではオカリナを体験する時間も設けられ、子どもたちも興味深くオカリナの音を楽しんでいました。上村さんはこうしてオカリナの魅力をこれからも伝えていきたいと話していました。やっぱりこういうナチュラルな音に惹かれる人たちの集まりなんで、あんまり気を張らずに、お互いに自分たちの食べてもらいたいもの、とか見せたいもの、そういうものを持ち寄りながらね、気楽な感じで集まって、そういうのを1ヶ月に1回ぐらいはどこかでやれたらいいと思ってるんですね。何でしょうかね、どれだけ吹いてもどれだけ作ってもわからないところがいっぱいあるというのが魅力でしょうかね。新発見がある。そうですね、吹くたび作るたび思いますね、新しいものを見つけて。